神経内科ではパーキンソン病、筋ジストロフィー、多発性硬化症など診断が難しい神経疾患の難病を中心に神経内科全般を対象とし、全国から患者さんが来院しています。神経疾患の中には根治が難しく、長期のケアが必要な疾患が少なくありません。神経内科では正確な診断の上で病気の経過、将来への見通し、生活環境や患者さん自身の価値観などを考慮し、適切な時期に適切な治療を提供することを目指しています。